はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、今年おそらく初のスマホレビューとなります。ということでこちらですね、今ソニーストアの方からとある箱が届いたんですけども、今日はですね、もう待望の待望、もう1年前ぐらいからもういつ出るんだろうっていう話をしていた Xperia Pro でございます。まあ発表されたのが結構前なんですけど、ようやくですね2020年の2月10日にですねこちら発売となりました。今回ソニーストアの方で予約をしていて発売日に届きましたので、ちょっとこちらを開封して、ファーストインプレッションを今日はやっていきたいと思います。では行きましょう。はい、こちらに入ってますね、 Xperia Pro。 今回こちらの Xperia Pro は SIM フリーモデルとなってます。というかキャリア版っていうのはないと思いますので、まあ、ソニーストアとかヨドバシとか Amazon とかで購入できるんじゃないかな。なので普通にネットで注文して、まあ、こんな感じでね購入することができるようになっています。はい、プロのところが、まあ、ゴールドになってるところもかっこいいですね。ではちょっとオープンしていきたいと思います。オープン、スッ。はい、付属品はどうかな。あ、やっぱりね、付属品はもうほぼなしですね。なんか説明書とかがちょっと入ってるぐらいですね。ケーブル関係とかももう一切入ってないです。USB ケーブルすら入ってないですね。もう中に入ってるのはもうこのスマホ単体のみとなってます。はい。ではこちらね、開けてみましょう。スッと来まして。あー、すごいなー。このまずね、ずっしり感がね、あるんですけど、これ同時にですね、かなり高級感ね、感じますね。で、今回ちょっとデザインとかを中心にね、お見せしていくんですけど、この Xperia Pro、この背面ですね、通常の、まあ、ガラスとかプラスチックではない、特殊なこのね、ザラザラした素材になってます。樹脂製だったかな。なので、まずこの背面のね、この高級感、もうザ機材っていうようなこの高級感がですね、すごい感じられますね。で、あと、このカメラの部分ですね、もちろんこちらにですね、カメラ、ついてるんですけど、カメラは、Xperia 1 Mark 2と、まあ、同等です。同等のカメラがついてます。超広角、広角、望遠と使える、カメラですね。で、この Xperia Pro の一番の特徴がですね、底面になるんですけど、まずこの一番下の、こっちの端っこの方にですね、USB Type-C のポートがついてます。まあ、こちらで、まあ、普通に充電ができますよというところですね。ただワイヤレス充電はできないので、こちらに関してはもう USB-C でケーブルで充電をします。で、その真ん中、普通の Xperia はこの真ん中に USB-C がついてるんですけど、こちらはですね、この真ん中にこれ HDMI がついてるんですよ。こうパカッと開けると真ん中にですね、ミニ HDMI がついてますので、これとあのカメラをですね、ケーブルで接続して、まあ、Xperia Pro の方で画面をですね、出力できる、まあ、モニター代わりとして使えるっていうところが、まあ、最大の特徴になります。はい。で、あと上の方には 3.5mm のオーディオジャックですね。こちらもついてます。はい。で、その方がサイドですね。横の方には音量のアップダウンボタンと指紋認証と電源のボタン。で、そのさらに下にはこうシャッターボタンとかもついてますね。ではちょっとね、画面のペリペリ剥がしてみます。ペリペリ、スッと。はい、こんな感じ。じゃあ早速もう電源もオンしてみましょう。バッテリー入っていくかな。はい、ブッと来まして。まあ、ソニー来ましたね。はい、Xperia。はい、ようこそというところで、じゃあちょっと初期設定軽くね、しちゃいたいと思います。バッテリー今 39% ですね。いや、とりあえずね、この持ってみた、この質感とか、この背面の手触りとかはね、個人的にはこれかなり好みですね。うん。で、ここですね、ここに Xperia のこのプロのね、ロゴがしっかり入ってて、ここもね、やっぱりかっこいいですよね。一応今日はですね、この Xperia Pro なんですけども、まあ、スマホとしての全部の機能を試すっていうよりは、もう Xperia Pro 独自の機能をですね、チェックする形で、この後少し使ってみますので、まあ、その結果をですね、後編の方でまとめたいと思います。ではね、初期設定して、ちょっとじっくりね、触ってみたいと思います。はい、ということで、ちょっと2時間ぐらいですね、Xperia Pro をいじってみて、まあ、ある程度機能をチェックしてみたんですけども、その感想をお話ししていきます。で、まずね、一番注目のポイントですよね。まあ、このスマホ単体でカメラに接続してライブ配信をしてみるっていうところまでやってみました。はい。ライブ配信は限定公開でやったので、一般公開はしなかったんですけども、とりあえず配信ができるのかっていうところをチェックしてみたところ、できました。普通に特に迷うこともなくできました。一応ですね、実際に YouTube ライブでライブしてみて、そのアーカイブをですね、ダウンロードしたものがこんな感じになります。
はい、今こんな感じでですね、Xperia Pro を、カメラの横に設置して、で、ケーブルつないでですね、スマホの方から直接ライブ配信のテストをしてます。こんな感じになります。どうでしょう？すごいですね。こんな感じで、ライブ配信ができるということですね。スマホに直でつないでるだけです。できた。ちなみに配信中にカメラを切り替えちゃうと、なんかね、元のこの HDMI のカメラに戻らないですね。なのでカメラ切り替えは、この配信中には押さない方がいいですね。っていう感じですね。うん。はい、ということで、基本的に YouTube のアプリからですね、ライブ配信のボタンがあるんですけど、そこから接続しているデバイスとして、カメラを切り替えていくボタンがあるんですよね。で、基本的には接続してないと、まあ、こっちのメインカメラか、このインカメラかを切り替えるんですけど、HDMI で接続してると、この接続している、まあ、今使っているこのカメラの映像がですね、切り替えた時に出てくるようになります。で、その状態でライブ配信をスタートすると、まあ、こういったミラーレスカメラとかですね、こういった映像のライブ配信をスマホ1台で本当にできました。これ素晴らしいです。YouTube アプリからですね、やったんですけども、解像度は、ね、720p までになってました。もしかしたら、外部の他のアプリとかを使ったら、なんかいけるアプリとかもあるのかもしれないんですけど、まあ、公式の YouTube アプリで、接続してライブ配信をしたら 720p でした。で、あと、音どこから撮れてるのっていうところなんですけど、このスマホの内蔵マイクか、この上についてるマイクかなと思ってチェックしたんですけど、ちゃんとですね、HDMI で接続すると、今使っているこのゼンハイザーのマイクから音が取れてるっていうのも確認できました。だから、いいマイクをつけてれば、スマホとカメラだけあったらいい音でライブ配信ができるっていうことです。これも素晴らしい。特に細かい設定とか切り替えっていうのはなかったんですけど、まあ、そういう風に使うことができます。で、あと、画面録画で今撮ってるこの映像ですね。このカメラの映像をスマホに記録することができるのかっていうところをチェックしてみました。それはですね、やってみると、外部のアプリですね、画面録画っていうアプリがあるんですけど、それを入れて、先にですね、このスマホ側でカメラの映像をですね、この出しておくんですよ。このアプリの中に外部モニターっていうアプリがあります。この、まあ、こちらのアプリですね。これで映像を出してる状態で、画面録画をポチッとスタートすれば、一応ですね、カメラの映像をこのスマホ側にですね、記録するってことができます。で、その時も音声もですね、ちゃんとこのマイクから入ってたんで、一応ですね、画面録画を使えば、映像と音声ですね、スマホに記録するってことができました。ただ、1080p までになってました。そのアプリですね。なので、今は 4K のこの映像ですけど、1080p になってしまうっていうところは、あります。はい。はい、今ね、テストしてるんですけど、こちらですね、Xperia Pro にこの画面を映しながら、これスクリーンレコードっていうのも画面録画のアプリをですね、使ってます。で、その場合に、今ですね、記録自体はね、1080p になってるんですけど、ここの画面に映ってるのは、まあ、4K で表示されてますね。で、あとね、ちょっと気づいたんですけど、このマイク、今、このカメラの上に設置してる、まあ、ゼンハイザーのマイクつけてるんですけど、その音で、収録できてるっぽいです、ここに。なので、結構いい音で、1080p の、外部録画ですね、これできるってことも分かりました。これね、素晴らしいかも。これはいいかもしんない。まあ、1080p ですけど、録画できるっぽいですね。普通にこのね、動画撮ってるみたいに撮っちゃってますけど、これスマホで録画してますからね、ここ。すごいですね。で、あと軽くですね、Xperia Pro 自体で映像を撮ったらどうなのかと思って、同じ位置にですね、設置してみて、スマホ単体でちょっと撮ってみたのがこんな感じ。Xperia Pro 本体のカメラで、撮影してるとこんな感じになります。これまあ 4K で撮ってるんですけども、どうでしょうか。まあ、一応ちょっと簡単なカメラテストということで、こちらがですね、Xperia Pro メインカメラで動画を撮った場合の、画像になります。はい。はい、ということで、まあ、映像自体はね、やっぱりこの α7S III とか、こういったカメラと比べるとだいぶね、見劣りはしてしまいますが、ちょっと思ったのは、マイクの音がね、ちょっと良くなったかなっていう印象がね、ありますね。うん、というのも、まあ、昨年ですね、こちら、Xperia 1 Mark II ですね。こちらもレビューしたんですけども、その時に結構この内蔵マイクでちょっとね、ノイズを拾ってたなっていうのが気になってたんですけど、これ Xperia Pro はですね、今使ってみる限り、まあ音かなりね、クリアに撮れてるなっていうふうに思いました。だから内蔵マイクもね、なんとなくいい印象。
で、あとね、面白いポイントとしては、アプリの中にですね、5G のネットワークビジュアライザーっていうアプリが入ってまして、これでですね、ネットワークの、まあ、接続状態を、まあ、確認できるっていう感じですね。今 4G なんですけど、5G に対応してたら、ここが 5G に切り替わったりとか、あとこれね、最小化しても、こう、表示させておくことができるんで、配信中のこうネットワーク環境みたいなものを、まあ、出しておくことができますよっていう、ね、アプリもあります。で、あと一応こちらですね、反対側の方に SIM トレイがあるんですけど、まあ、こちらですね、SIM とマイクロ SD カードが入るので、容量拡張することもできます。ここはやっぱり Xperia シリーズね、分かってますね。しっかりと、容量拡張までできると。で、内蔵ストレージは 512GB があるので、内蔵にも余裕があるので、これね、容量多いってところもすごいありがたいです。で、スマートフォンとして気になるところとすると、まあこれ事前情報でも分かってるんですけど、お財布携帯とワイヤレス充電は入ってないので、その辺の利便性に関してはですね、まあ、Xperia 1 Mark II の方が高いです。で、1 Mark II も、まあ、アップデートによって、まあ、こういったちょっとね、いろいろとケーブルとか必要なんですけど、キャプチャーデバイスと HDMI ケーブルと USB-C のケーブルですね、このあたりがあれば、Xperia 1 Mark II でも HDMI の入力ができてですね、まあ、同じようにライブ配信とかもできるんですけど、Xperia Pro の場合必要なのはこれだけなんですよ。これ個人的に結構気に入ってる巻き取り式の HDMI のケーブルで、片側がミニなんですけど、こっちを Xperia 1 Mark II にさせます。で、こっちを α7s3 とか α1 とかに接続できる、普通の HDMI ですね。こっちをスマホ側につなぐので、こっち側普通のケーブルの方はゲーム機だったりとかカメラだったりとか HDMI の出力ができるデバイスであれば使うことができます。ただまあ極端な話、カメラとこれだけあればもうライブができるってことなんですよね。いい画質で。はい、すごくないですか。で、あと重量なんですけど、一応こちらですね、200g オーバーで、Xperia 1 Mark II よりもちょっとね、重たいんですけど、意外と全体に重心がね、来てるので、あんまりそんな重いなっていう感覚はないですね。特に違和感なく使えそうです。1 Mark II と比べると、まあ、背面はこんな感じでね、光沢があるのとないので結構違うんですけど、このカメラの出っ張りがですね、プロは全くないので、この辺はね、結構ね、メリットになりますね。カメラがすごい薄くてですね、まあ、本体に収納されてる感じになります。で、厚みはこんな感じで、まあ、1 Mark II の方はだいぶ薄いですけど、プロの方はね、最初からこのケースつけてるぐらいの、厚みかなっていうところです。だからケースつけてると思って使えば、まあいいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、ということで、とりあえず、ファーストインプレッションのまとめですけども、まあこれね、お値段が約25万円ぐらいしますので、スマートフォンとして考えると、まあもちろん高いですね。まあ特にカメラとかを使わない人にとっては、まあ必要ないかなと思うんですけども、YouTuber とか、この映像関係の仕事をしている人とかは、これはね、かなり面白いデバイスかなっていうふうに思います。スマホとしても使うことができる機材っていう感じですね。まあそう考えると25万円っていうのは、まあ妥当なところなのかなっていうふうには感じられます。で、あとアップデートで期待したいところというと、一応この映像ですね、入力した場合、ちゃんと 4K でね、入力して表示できるんですよ。これ 4K ディスプレイなんで、4K の入力もできるんですけど、まあ、せっかくだったら、この 4K で入力されてる映像ですね、4K で本体に録画したりとかできたら最高じゃないですか。このあたりを、もしアップデートとかね、アプリとかで配信してくれて、できるんだったら、マジで最高だなっていうふうに思います。まあ一応今のところ、この上につけてるマイクの、音とかもですね、このちゃんと認識して入ってるので、あとは 4K の映像を、まあ、スムーズにですね、この中に録画できたら、ちょっととんでもないことになるなっていうふうに思いました。ただ今の時点でも機材として考えてかなり使えるなと思いましたので、ちょっとこれはね、本当に大事にですね、使っていきたいなというふうに思います。はい、ということで今回ですね、あくまでファーストインプレッションなので、ちょっとこれからしばらく使ってみて、まあ、もっと細かい検証とかね、してみて、1週間2週間とか使ってみて、改めてちょっとね、実際どうなのっていうところとか、動画でアップしたいなと思いますので、やってほしいこととかあったらぜひコメントください。ということで、今日はこちら、待望の Xperia Pro の、発売日ということで、早速開封して、ちょっと使ってみました。この動画良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。